はいどうも皆さんこんにちは、よつばです。今日ね、ヤフオクで買ってきた不動のバリオス、こちらのレストアシリーズやっていってるんですけれども、今、マスターシリンダーをオーバーホール作業中です。はい、でもうキャリパーの方もね、同時進行していこうと思いまして、もうキャリパーの動画も撮っていこうかなと思います。状況としては、キャリパー前後ですね、引きずってます。まあ、外観的にはそんなにひどい感じはしないんで、そこまで大変かなっていう感じではあるんですけれども、まあちょっと開けてみないと分かりませんので、とりあえず開けてね、分解してオーバーホールして、まあ組み付けまでね、動画をどんどんつなげていこうかなと思います。まあ同時進行でね、マスターシリンダーの方も別編でやっていってますんで、もう動画的にはどっちが上がってるかわからないですけど、こんな感じでねオーバーホールやっていってますんで、まあそちらの方も合わせてね見ていただければ幸いです。はい、それでは本日は、キャリパーオーバーホール編ということで、本日も頑張っていきましょう。レッツゴー。じゃあまずね、キャリパーの方を取っていこうと思います。これが14ミリかな。はい、じゃあ取っていきましょう。よっ、買った、無理無理、うん、無理、買った、無理だ無理だ無理だ。でちょっと変えよう、アタッチメント変えます。8分の3アタッチメントですね。8分の3アタッチメントでいきます。おお、やっぱりやっぱりそうなる、そうなるよね、やっぱり。ちょっと受けよう、受け止めよう、待ってよ、これで受け止めましょう。はいはい、取れた。液もそんなに入ってないような状況だったよね。マスターシリンダー外す時に液はシリンダー内溜まってたんですよ。でもここまで送って、あんまり送ってきてないっていうことは、やっぱりマスターシリンダー内のガスケット交換が必要っていうことですね。フルードを送ってこれてないっていうことですからね。はい、じゃあ行きましょう。こういうのもね、ちょっと早めに対応しないと錆の原因になります。っていうか普通は、マスターシリンダーつけてグッグッグッグってやってピストンを出してあげる作業をしないといけないんですけど、まあマスターシリンダーも死んでますし、状況的にできないことなんで、ブレーキ握ってピストン出せば早いのにって多分ご意見あると思いますけども、まあ今ちょっとオーバーホール中で同時進行時間がないんで、また別の方法でピストンは出していこうと思います。とりあえずね、抜きました。でフルードの方はそこまで汚くないような感じが、せんこともないけど汚いねまあ色相応かなっていう感じはするけどね。うん、まあ やっていこう。はい、でブリーザーバルブの方の蓋も、もうなんかちょっとおかしいね、これちぎれてるね、これ。まあちょっとあんまり時間がないんで、バンバン外していきましょう。はい、さあ行くぞ。でまたアタッチメントを切り替えて、六角アタッチメントですね。これが合うかな、一番大きいやつね、合えばいいけど。お、あったあった、よかった。はい、これで外していきます。いきます。おお、早いな、はいはい、これで簡単に外れます。でこれ固着しとるけんな、ちょっと軍手をつけとかんと、バーンなったら羽くり回るからね、痛すぎて。よし、外していこう、とりあえず取ろうか。よっ、あーやっぱすげえな、これすげえわ。ちょっとこれは、ちょっとこれはまずいね、まずいね、これ取れんね、これ。うわー、大固着やで、これ。うん、ちょっとなんとかして外します。大固着やで、これ。ちょっとずらして、よいしょ。あー、フルードが、はい、これでどうやるんだ、これ、キャリパーサポートっていうんかな、これが沈んでくれりゃいいんだけど。うわー、これはきついな、きついね、これ。大固着だわ、これ最悪だわ、最悪だわ。キャリパーが抜けないわ。よいしょ、ちょっと抜けない、抜けないわ。
ちょっとなんとかして外しますんで、はい、ちょっと外したところから行きま行かしてください。お願いします。これは無理だわ。もう外れた。プラハン最強。おっしゃ。でパッド自体も結構あるかな。とりあえずちょっとこのサポートっていうかな、うわーでもちょっとねピストンやばいねこれ。ちょっと明るいところで見ようか。今現況がこんな感じです。ピストンも結構やばいっすね。これ現状復旧できるかな。これちょっと折を見て新品に交換するかどうか、まあ分解して清掃しながら見ていこうかなと思います。とりあえずね、フロント部分外れました。うん、はい、3番リアキャリア外していきます。うわメタンコ硬かった。すげえ硬かった。やば、これこそヤババじゃ。ヤババ王子やった。おう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 おおお。ヤババくんじゃわ。ヤババくん、こっちもあれやね、なんかどっか引っ掛けとこう。であとはこれはこの2本かな。6角がこの2本あると思うんでこれを外せばいいんかな多分。知らんけど、まあとりあえずやってみよう。なんとかなるはず。サイズが違う。フロントとサイズが違う。フロントとサイズが全然ちゃうんやけん、ほんま。なあこれ。よいしょ。行きます。マジで。全然外れんし、これ。マジかよ。どうしようか。もうマジか。外れんが。さあ、行くぞ。はい。ここの六角なんですけど、まあ、100均の六角レンチ使ってでモンキーをねここに挟げて思いっきりひねったらいけました。これで外せれる。ちょっと外しますね。で上側はインパクトが入らないんでもう手で地道にいきます。これあれだな、六角でなんかトネのあのハンドルみたいなのがあったら楽なんかな。あでもあれか、短い六角のあれがないんか。ほんとね、トネだけに。はぁ、まあいいよ。はい、1本ね、取れました。で、こっちの方はスッと入ります。よっしゃ。じゃあこれで、うん、リアブレーキの方はそこまで激しい固着じゃないみたいですね。結構簡単に取ることできました。っていうかパッドちっちゃ。こんなもん、これ止まるんかな、こんなにちっちゃうて。まあでも止まるんでしょうね。ラーニングの面がめちゃくちゃちっちゃい。狭いよこれ。ようこれで止まるんじゃ。知らんけど止まるんかどうかは。はい、まあとりあえずね、これで両方前後ろ出ました。あとはもうサポートの方をね、グッと押し下げてパッドを取ってエアをここから入れて固着を取りつつピストンを抜いていくっていうことをしたいと思います。はい、それじゃあちょっと分解していきます。はい、何日か経ってね、撮影スタジオでやろうと思ったんですけど、私にはちょっと無理でした。もう外でやってしまおうと思ってね。でもちょっとね暑いんでアイスをちょっと食べさせてもらいます。うん、おいしい。冷た。いやー夏ですね、ほんと夏ですよ。はよ作業終わらしてバイクに乗りたい。はい、あー美味しかった。ごちそうさまでした。はい、じゃあね、これからブレーキ関係やっていこうと思います。まあ別動画なんですけど、どっちやろうかな。キャリパーからやっていきましょう。まずフロントとリアとあるんですけども、まあ構造が簡単なリアの方からやっていこうと思います。もうパッキン類ですね、全部細かくばらしていきましょう。
こういうのも取ってあげて、で、一応オーバーホールキットの方はね、こうやって用意してます。前後ね、でブリーダーのキャップとかもなかったんで、買ってます。はい、後ろはこっちかな、こっち側かな。今回の交換部品はこんな感じですね。ダストシールと、ピストンのオイルシールとブリーダーバルブのキャップですね。はい、これリア分ですね。やっていきましょう。さあ行くぞ。まずブリーダーバルブの方から、よいしょ、ブリーダーバルブが、よいしょ、結構硬いな。硬いっていうか固着をしとるような感じがせんこともない。固着っていうかね、なんかちょっとベターとなっとるような感じがしますね、これ。はい、ブリーダーバルブ、これはでも再利用できそうですね。でもうキャップがないんで、こちらに交換するような形になります。こういったブッシュ類もちょっと外しておきましょうか。うわー、これ外せれるかな、これいける、これ。ブッシュは買ってないよ、ブッシュは。エイドリアン、よいしょ、外れた。はい、であとはこちらのシールですね、ダストシールを外して、まあそうですね、こすったらやっぱり粉状になりますね。はい、これはもう交換、要交換ですね。でオイルシール、こういうツールがあったら簡単に外せます。こんな感じね。はい、でシールは、オイルシールは、でもオイルシールもだな、内側は大丈夫ですけどね、やっぱ外側とかダメですね。で中は結構汚いな。これはもう綺麗にちょっとパースクリーナー拭いてます。パースクリーナー拭いてちょっと指で磨いてみてどうかなという、ちょっと歯ブラシも使ってみて磨いてみます。これね、あんまり金のブラシとかでね、真鍮とかでね、やらない方がいいですからね。一応歯ブラシでやってみます。はい、うわー、ダメですねやっぱり。ちょっとこれに関しては目の細かいペーパーかピカールとかね、コンパウンド使って磨いていこうと思います。はい、でキャリパーサポートの方は清掃だけで多分いいと思います。で問題はピストン、これはシリンダーと同じような状況の汚れがついてます。これでちょっとね、どのくらいで磨いたらこの茶色のが取れるかっていうのを試しながらやります。で多分この黒いやつは汚れが固まってるだけなんで、まあ簡単に取れると思います。それではね、もう掃除をしていきます。はい、それじゃあ次のシーン、掃除後へゴー。はい、全部の清掃はね、一応終わりました。まあピストンもね、こんな感じですごく綺麗になりましたね。はい、 OK で、キャリパー、シリンダーの部分も腐食が結構あったんですけど、ある程度ヤスリがけをして、こういったピカールですねを使って磨いて終了してます。この溝とかもね、こういったものの先にね、ペーパーやいろいろつけてこう磨いてます。はい、でまあゴムブッシュ類とかもね、一応パースクリーナー、そしてまあ全体的にエアフローですね、エアふかしてやってます。はい、さあ行くぞ。じゃあ早速ね、交換部品の方を確認していきます。ブリーダーバルブですね。はい、もうこれちぎれてないんで新しいのに変えます。そしてオイルシールですね、ピストンのシールの部分ですね。まあ比べたところ、まあ明らかにまあ色とかもね違いますし、こう触ったところザラザラしてるんで交換ですね。でダストシールの部分も全然違いますよね、汚いから。もうこれも交換ですね。はい、じゃあこれで次は組み付けの方やっていこうと思います。はい、まずシール類ですね、を組んでいきます。
シリコングリースを塗って、はい、これはもう NS1 の時にね、やったんで、まあ、説明はいらないと思いますけど、はい、まあちょっと最初なんでね、見ていただきましょう。片方こうやって持っとって、あとはグリグリグリっとこう入れてあげるだけ。はい、これだけです。シールの打ち込みは結構簡単です。はい、で、ダストシールですね。はい、これもグリスを塗っていきます。シリコングリスで内側をぬりぬりと塗り広げて、はい、ブレーキはすごく熱持つんですけれども、このシリコングリスは耐熱なんで場所を選ばず使えるからいいでしょう。はい、これで、これ初めて入れるな。これ簡単なのかな。まあでも入るっしょ、うん、入るっしょ。下の溝から入れてこうかな。まあ、結構難しいねこれは。ダストシール、あー簡単簡単はい、OK。 これで、オイルシールとダストシールが付け終わりました。で、ピストンですね。ピストンはフルードの方を塗っときます。はい、ピストンはフルードの方を塗っていきます。じゃあこれをね、圧入していきます。こんな感じかな。はい、これでシールの方がね、組み込み完了です。次に、ブッシュの方つけていきましょう。ブッシュはもうシリコングリスをね、塗り込んで圧入していきます。もうどうせならここら辺もきれいに塗っといて、はい、シリコングリスを塗ってで入れときましょう。入るかなこれ。抜くときめっちゃ大変だったし、これで六角使おうかな。六角レンチとかでちょっと押し込みましょう。はい、いけましたね。特に破れることもなく入ってくれたと思います。こんな感じで、はい。で、もう一個ブッシュがあります。もう一個ブッシュの方もシリコングリスでちょっと綺麗に化粧直しをしとこうかな。これでお色直しや。こいつでお色直し。シリコングリスでお色直しや。まあ、結構こうやってね、グニグニやっても破けないっていうことは、まあ、まだ耐久性があるっていうことでしょうね。まあ、もしかしたら交換しとんかもわからんし、わからんけどね、実際のところは。はい、で、こちらにズブシャッとつけとけば、キャリパーサポートのね、つける準備ができたような状況です。そして、はい、次にブリーダーバルブを入れていきます。これですね。で、これを入れていって5ミリで入るでしょう。はい、これで OK。 組み込みが OK ですね。これでキャップもできるし OK。 さあ行くぞ。で、あとはピストンのなんかピストンなんたらを入れてキャリパーサポート入れていきます。一応シリコングリスもね、塗っといて、はい、でキャリパーサポートを入れると同時にここも8入れていて、ブッシュもちゃんと入れていて、よし OK。 こうな入れて、これはどう、こうかな。これをこう入れて、でどうやったかなこれ。これを入れにゃおいのだ。こうやね。これをキャリパーサポートを沈めて入れて、で、こうか。で、こっちの方にもブレーキパッドを入れると、よし、なしなし、いけとると思う多分。うん、いけとるいけとる。よっしゃよっしゃ。はい、これでリアキャリパーオーバーホールの出来上がりです。はい、じゃあ次フロントはね、ピストンが2つになってるだけなんで、一気に行きたいと思います。まあそんなに難しい作業じゃないです。これダストシールは NS1 と似たような感じですね。はい、じゃあこれもう一気にね、オーバーホールいきます。せーの、はい、アサヒドライゼロ。はい、こんな感じでね、全部分解して清掃の方終わりました。
で、交換部品ですね、用意してます。フロントのシールセットですね、品番の方はこんな感じ、はい、これね。で、まあ実質こんな感じでダストシールとオイルシール取ってます。まあそれに代わるものがこれですね、はい、こんな感じでいってます。はい、でこう、はい、こんな感じですね。はい、もう見比べていただいたら分かるんですけど、まあそんなに変わらないんですけど、もう汚れがひどいんでね、これは全部交換という形になります。はい、じゃあもうこれ一気にね、組み立てていきます。はい、こんな感じで、最後に、はい、はい、こんな感じで出来上がりです。はい、これでね、前後キャリパーのセットが組み上がりました。あ、ブレーキパッドもね、両方よく余ってますんで、そのまま流用ですね。はい、これで、前後キャリパーのオーバーホールが終わりました。じゃあね、これを次は組み付けていきます。もう、組み付けの方はね、外すのと一緒なんで一気にいきます。はい、さあ行くぞ。はい、ブレーキキャリパー前後ともね、装着完了しました。まあ、こんな感じで、はい、いい感じだと思います。これね、でこっちのリアの方も、はい、いい感じだと思います。はい、じゃああとはね、動作チェックをしたいんですけど、マスターシリンダーの方がまだオーバーホール上がってないんで、こちらの方を、オーバーホールして、やっていこうかなと思います。はい、このまま置いていくんですけども、待ってる間ね、まあ作業いろいろやっていこうと思います。で、今日やっていくのが、ブレーキ周りですね。はい、で、まあブレーキ周りマスターシリンダースカスカで、キャリパー前後ともに引きずってるような状況です。はい、で今日はね、マスターの、まあおそらくこちらの方オーバーホールが必要だと思うんで、まあ NS1 と同様にね、マスターシリンダーのオーバーホールをやっていこうと思います。はい、まあ完全なる浮動車からね、行動復帰まであともうちょっとなんで、まあやっていこうと思います。それでね、増車から納車を迎えようかなと思います。それでは本日も頑張っていきましょう。レッツゴー。